時間おきに射精しないと弾が破裂する病気。今その患者が両手の複雑骨折で運び込まれたっす。これは大変なことになるわよ。うっす。3時間おきの射精処理ですって。こいつギャグじゃん。担当立花さんだって。今日から1週間頑張ってくださいね。まるで人ごとね。立花さんがどんな風に処置したのか後で参考にさせてもらいますね。はぁ、あ、入院なんて初めてだ。この病院は近所でも噂になってる。ナース全員が性格最悪だって。山田さん、あ、よろしいですか。あ、はい。この立花です。あなたの怪我と持病については聞いていますので、痛くなったらナースコールで呼んでください。処置しますので。では、あのひょっとしてもう痛いんですか。すいません、ずっと我慢してたので。わかりました、処置します。すいません。謝らなくていいですよ、仕事ですので。また痛くなったらナースコールで呼んでください。はい、わかりました、ありがとう。電気を消して。このままでいいかな。あの人、あの目、すっごく怖かった。もう呼びたくないよ。ゴミ箱からかな、精液の匂いが。めちゃくちゃ臭いよ。限界だ。この手じゃズボンも下ろせないし、おしっこ我慢してたけど、やっぱりあのナースさん呼ぶしかないか。早く退院したい。山田さん、どうしました。すいません、トイレがしたくって。山田さん、骨折してるのは手だけなんで歩けるでしょ。そこの病室トイレまで来てください。ズボンを下げます。はい、お願いします。アナさん、あの嫌そうな顔。おやすみなさい。立花さん、すいません、僕なんかのために。謝れば済むと思ってます。いいです、結構です。仕事なんで気にしないでください。山田さん、私に本番しろって言ってます。違います、そんなことを言いたいんじゃ。察して欲しそうな目で見て、はっきり言ったらどうなんです。卑怯者。私この後カンファで忙しいので、あなたと揉める暇ありませんから。社会人は自分の好き嫌いを主張なんかしてたら回らないんですよ。私は仕事として割り切っているので、気にしていただかなくて結構です。だからあなたも変な感情を抱かないでくれますか。気持ち悪いので。はあ、早く退院したい。探しましたよ山田さん。立花さん、就寝前の処置の時間なのに勝手に出歩かないでください。さあ行きますよ。
あの。わかりました。そこの多機能トイレを使いましょう。このままここで処置します。あなたの舐め回すような目で見られるのが吐き気がするので。そして、なんで僕がこんな目に。退院までずっとあの人が担当だったら、耐えられない。ほんと最悪。すぐ溜まるくせに治療でさ、手こきじゃ出ないとか言い出して。私は風俗嬢じゃないっての。枕にでもこすりつけてればいいのに。ウケる。そんなやつのオナニーに付き合ってあげてるの？立花ちゃんかわいそう。でも放置してたら病状が悪化するらしいじゃん。看護師長に責任追及されるのはごめんだからね。ああ、マジそれな。そいつもさ、口では謝るけどガチガチに勃起して喜んでるのバレバレなの。てか、そもそも私たちが抜いてあげる必要なくない？電気でも流してやれば出るもん出るっしょ。雨宮先生にでも任せておけばいいのにね。山田さん、さっきから言いたい放題言いやがって。何ですか？もう溜まったんですか？わ、僕だって好きでこんな病気になったんじゃ。看護師長にチクってやる。山田さん、ちょっと二人でお話ししましょうか。え、いや。嫌じゃなくて一緒に来て。でも、こう言って言ってるでしょう。ここは寝てください。え、立花さん、嫌わないで。嫌いですよ、最初からずっと。私はマシな方ですよ。今週の作成担当、黒川です。君が噂の山田くんね、よろしく。